はいおはようございますワイビックの S.R. ですというのはまあ私のセリフではないんですけどもまああのここまでねまあ三年と言わずも四年ぐらいになりますけども本当2013年からあ速化塾の方にね第一期生ですよ。 一番最初に来て,くだ,さって8月だっっ月たですかねそこから本当に皆さんと同じように自己アフィリエイトから始めたんだけどもそこからの、ね、人生紆余曲折と言いますかあと私もずっとねあの見させていただきましたあ向こう行っちゃやられこっち行っちゃやられみたいなことがあったんですけども私ねやっぱりそういうふうな体験があるからこそ花開く時期が来るねそういうふうな。 タイプの人間だなとは思ってましたでやっぱりね短期的に何かを解決しようと思うと罠にはまるんですよ短期的に解決できることっていうのがもしあるとしたらあ,のあらゆるる成功者がそれをやってるんですよねでも成功者が言うのはみんなですねあの長い目で見ると一喜一憂しないと千日後を初日として1万日後に まままあ体得すすするみみたいいなねねことと言言ってますよコ、ね、コツコツ積み上げろとか言いますでもやっぱりその不思議なことでね情報の流通が早くなってもこれはね変わんないんですよだからインターネットのおかげで世の中便利になったみたいに思いますけども実はすごく不自由になっていてだって歩きながらスマホをやるぐらいみんな忙しいのに歩きながらスマホをやってる人の中にね余裕ある人生を送ってる人はいないんですよ。だって私も六本木ヒルこの前も先週も行きましたけどもだって。 あれだけ忙しいい人人たちとか稼いでる人が集まった時にです、ねまあ2時間とか3時間一緒にいたんですけども同じ部屋に土屋さんとか部屋にいたんですけど誰一人スマホ出してないですからねそこのコミュニケーションが一番大事になってるわけなんですよ、うん、だからそのねまだねネットに上がってない情報の中とかチャットに絶対に上がらないような生の声っていうのがいかにね貴重なものかってことなんですよ。まあ、だからそういうい意味ではあ私のところに、ね、何回も来てくれます 来てくださっったそのの行動っていうのは非常にセンスがあるなと思いますだから私だからセンスがあるってわけじゃないんですよそういうふうなことを足を向けたりとか実際に電話をしてみるみたいなこともねしてるみたいですけどもその積み重ねなんですよ実はあの人に会って自分が変わっていくこれしかないですからねで人に会えなければ本というものを通じてその人に会うっていう形になっていますそういうことはねよくされてるんではないかなと思います特にに今あのお客さんに毎日ねあの触れてプレゼンをするような仕事を もう片っぽでやってると思いますけどもその仕事ってのはねむちゃくちゃねこれから役に立ってきますからねぜひもうちょっとねしばらく自分のことを客観的に自分がその職場にいることを客観的に見て自分の評価をね正確にできるようになっていただきたいかなと思います、まあ、今のところですねあの例えば何百万とかいう結果とかね金額的結果はもちろんないと思いますけども順調に推移してますやっとですねあの1000日後の1日目が来たかなという気がしておりますこれからもよろしくお願いします